バランスの辛くなることも寂しくなることも全部自分の中のこと誰が何をしようともそれは自分が感じてること寂しくなることも自信を持てないから自分が何をやっているのかも分かっていない何の役にも立っていないと思っているとなしくなる君のため僕のため他の誰かのため難しい難しいよね。だから僕は寝る前にバランスの音をつけることにした毎日必ず一度は君が喜ぶことをしてあげよう。ほんと照れくさい内容のメールなんかでもいいから毎日必ず一度は誰かが喜ぶことをしてあげよう。守れたなら必ず自分にも喜ぶことを知ってあげよう。君のために些細なことでも僕は役に立てたのか。それだけでも僕がここにいて本当に良かったと思える。誰かのために些細なことでも僕は役に立てたのか。そして僕のためにも虚しく嬉しくなることしてあげよう。ありがとうございます。危ない危ない、あやこ本音を言うとこだった。嬉しくなる、虚しくなるって言いそうになった。やっべー。